どうも、皆さん。馬男爵男でーす。かわいいな、お前。俺よりちっちゃいじゃねえか。ということで、今回はね、フォートナイトのあの超かわいい、俺ぐらい、俺並みにかわいい、あの伝説のクロムボがいると。フォートナイトにはもうクロムボがいないんですけど、もうマイクラにはいると。なぜか。なぜかマイクラにはいると。まあ、プリスラ調査団今回も調査していくんだけど、まずこの激うまプレイを見てください。どうぞ。暴れん坊将軍行きまーす。お、避けてる避けてる。回り込むな俺。ヘルプミー。あ、ちょっと待って。オープニング撮ってるだけでもう夕方になったんすけど。ちょっと待て待て待てと。待て待てと。あと YouTube によると僕のチャンネル 10% の人しかチャンネル登録してんってことで、もうマジでもう少しあと2万人ってことで、もう押せるボタン全部連打しまくって。よろしく。お、待って。うわ、村ある村ある。うわ、来たー。馬男来たよーって。ちょっとまず寝ますか。ちょっと危ない危ない。これ大丈夫？突っかからん？この帽子。うおー、すぐ貫通するよと。あて、ベッドないねんけど、この家。この家ベッドないねんけど。ちょっと待て待て待て。おー、危ない危ない危ない。よいしょ。お邪魔しまーす。なんでないの？おっぱいよ。まあ、まずは村人から小麦ブロックを借りるよーって。ベッドももらうよーって。ということで、俺の好き並みに可愛いあのクロムボちゃんに会いに行こうと。で、今この手に持っている食べ物。これクロムベリーって言うんすけど、これクロムボが大好きなベリーなんすよね。多分今もフォートナイトにあるはずなんすけど。これね、なんと食えるんすよ。あ、ビッグ食っちゃった。え、なんかすごい。あ、回復ついてる回復。再生がついたと。これ強えな。なんかマイクラにもなんかグロムベリーみたいなのなかったっけ？グロウベリーやったっけ？なんか光るやつ？クロムボちゃんいますかーって。クロムボちゃんいますかーって。お、ここら辺じゃねえか。ジャングルやし、いそうやし。クロムボってなんかジャングルに住んでそうやし。てかこれジャングルの端じゃねえ、バイオーム。山猫いる。うわ、久々に見た。山猫。ちっちゃ。インコもいいんじゃん。しかも水色。超欲しい。ちょっと待って。これ仲間になる前。おー、一発で仲間になった。かわいいね。ちょっと待って。出てきた、今。びっくりした。びっくりした、今。こんにちはーって。こんにちはーって。超かわいいんだけど。なんか聞こえる。しっかり喋ってる。これ、お股の下通れる？あ、すごい、通れる。しっかりクロムボの鳴き声してるぞ。これ確かね、クロムボって、こう投げると、これ食べるんだっけ？食べたよな。フォートナイトでは。で、マイクラのクロムボは、このクロムベリーを右クリックすると、あ、食べた食べた！食べたらこの緑になるんすよね。うわ、かわいい。で、確かこれアイテム落とすらしい。あれ？あ、落ちてる落ちてる。なんか落ちてる。なに、うんちあれ。あ、じゃあ木材か。木材を落としたと。で、完全にこれランダム。え、46個も落とした。すご。ちょっと他にクロムボいるか調べに行きましょう。クロムボちゃんいますかーって。お、え、待って。あ、いる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 。うん？ちょっと待てと。え？なんかちっこいクロムボもいるくね？うわ、子供村人じゃないわ。なんで間違えた今。子供、クロムボやこれ。かわいい。え、超かわいいんだけど。元気してるかお前。元気してる元気してるが。じゃあ、こちらクロムベリーあげよう。はぁ緑になった。元気してるかお前。元気してる何出してくれるんですかと。おいい、ちょっと待って。え、ダイヤピッケルあるんですけど。うわ、効率1。で、こんな感じでね、今回は、このクロムボちゃんと戦おうと。ね、申し訳ないけど、君とは戦わないと。え、あれ今、インコ食ったお前。あ、インコ食ったかお前。俺のピースケ食ったかお前。これは許されねえ、もう。もう許しちゃおけねえと。あ、もうこれは怒った。もうブチギレよ。もう君の中の装備とか、もうダイヤ剣とか全部出してもらうからな。もう全部食え、もう全部食え、お前。絶対に許さねえ。俺のピースケ食いやがって。どんどん食っちゃって。あ、装備出ました装備。装備何これ？防護1。いいね。ダイヤの装備とかないっすか？ダイヤの装備。どでかいクロムボちゃんの方にもちょっと出してもらおう。よいしょ。
え、やば、親クロムボ一発でダイヤ剣出た。もうどんどん出して。これワンチャン親クロムボの方が、すごいの出るんじゃないの？なんかエリトラとか出ない。でかすぎて何出したか全然わかんないんだけど。かわいいね。うわ、ちょっと俺食われてる。お、鉄ブロック13個。お、待って、やばくね、これ。エンチャントされた金リンゴ3つ食ってやがったぞ、このクロムボ。どんどん食べちゃって、どんどん食っちゃって。あばよくば TNT も出してほしいと。もうアイテム豪華すぎでしょ、これ。エンチャントされた金リンゴ13個もあるぞ。ありがとうな、クロムボ。え？ちょっと待って。これガチで、ガチで何もやってない。え？今、家作ろうとしてたらさ、茶色のパンダおるやん。あ、普通に出んの？茶色の村人じゃないわ。茶色のパンダって。かわいいね。君はケーキ食うか？え、ケーキ食われてんけど。え、ケーキ普通に食われた。え、めっちゃ食うやん。パンも食う？え、食うの？え、ケーキ食うの？え、知らんかった。竹しか食わんと思ってたけど、ケーキ食うんや。じゃ、マジでやばい時に逃げ込めるように頑丈な超超高い家を作っちゃいましょうと。まあ、いわゆる高床式。原木を贅沢に使っちゃうと。一旦ちょっと寝ますか。おやすみ。おっぱいよ。屋根はこのクロムから出てきたレンガを使っちゃうと。ということでね、お家がついに完成しました。それがこちら。いや、うまくないかと。これみんな何かわかる？そう、クロムボです。白目向いてるけど気にしないでくださいと。中はこんな感じで出れないようになってると完全に。いいんじゃないの？チェストも置いて、ちょっといらないやつ全部ぶっこんどこう。つうわけで、ピースケの恨みを晴らす時が来た。茶色パンダちゃん行ってくるな。って、なんか子供産んでたんか、お前。クロムボどこだと。クロムボいたと。まあ、よくもさっき食ってくれたな、ピースケ。ちょっと、これ、四角から行こう。だからフォートナイトのクロムボって確か倒せなかったはずなんですよね。でも俺はここで終止を打つ。マイクラで俺は終止を打つ。行くぜ！おら！強いか？よっしゃ！え、待って、強い、一気に、7個削れた？え、ちょっと待って。これは、怒ってる。ちょっと待って、これ一気に、蹴りつけよう。って、全然体力減ってなくない？ちょっと、金リンゴ食ってもこのパワーってやばくね？ちょっと待って、回復追いつくけど、これちょっと待って、これ再生能力高くね？余裕で負けたんだけど、子供クロムボであの強さってどういうことですか？ちょ、もう一回行ってこう。これワンチャン後ろに逃げながら、あ、無理や。一回ちょっと高いところに逃げようと。高いところに逃げちゃいましょうと。オッケー、ここで。1、2、3、4。一回4積んどいて。これならいけるっしょ。おら。あ、ちょっと届かん。おら。あ、これいける。いけるけど、クロムボ、回復早すぎる。ダイヤ剣の耐久力しか減ってないんすけど。ダメだ。クロムボ強すぎる。ちょっと待てよ。これマグマダイブ刺したら、ワンチャン勝てる。え、すげえ！ゾンビ襲うぞ、クロムボ。地味にいいやつじゃね？俺のトリック打ったけど。ちょっと一旦寝ようか、もう夜やし。おやすみー。待って、ちょっと待って、うおーおー、ちょっと待って、クロムボハウスが、俺のクロムボハウス全部壊された。ちょっと一旦寝よう。おっぱいよーってやってる暇じゃねえな。ちょっとアイテム散らかりすぎてる。待って。え、どういうこと？なんかさらにちっちゃなってない？クロムボ。本当に君どういう体の作りしてるんですかと。え、この子は襲ってくる？あ、すごい怒る。あ、スピードは同じ。スピードとパワーは全然同じ。クロムボちゃんマグマ持ってきたよーって。あれどこ行った？あ、おっと、クロムボちゃん。ドン！お、どうだ？お！お！どうだ、これ聞いて、再生が追いついてんね、これ。ちょっと、強すぎない？ちょ、このままちょっと俺が殴るか。あ、やべ。どういうことこれ。マグマダイブしてんのにさ、全然食らってないでどういうことですかと。一回ちょっと、親クロムボと戦ってみていいっすか。おら！うわ、でけえわ！でけえって攻撃の間合いでかない？ちょっと待って。ちょっと本当はこれ使いたくなかったんですけど、俺今から神になります。何クロムボ？何こっち見てんの？その名もクリエイティブモード。
クノムボ、お前を今から爆死させる。TNT を置いちゃおうと、クノムボの周りに。さあ、どん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 。さあ、クノムボの上にもくぐらせて、はい、上にも通しちゃおうと。逃げた先にも TNT を置いちゃいましょうと。よし、これでいいでしょ。これでちょっとクロムボ押しましょう。中に押してと。クロムボがちょっと逃げてるぞ、これ。あ、オッケー、自分からど真ん中に行った。行きます。それでは、クロムボ、さようなら。クロムボシス。さあ、やれるのか。お、ちょっとなんで、これ、ボーデンより強いんじゃね？最終兵器、ボーデン行っちゃおうと。ボーデン行ってこい！さ、最強対最強よ、これ。フォートナイトの最強生物、マイクラの最強生物。さ、行ってる行ってる。あ、出た。さ、どうだ？でかすぎて近づけてない！ちょっとこんなちっちゃいっすよ、たまつか。来たよーって。さよなら、クロムボ。これ再生追いついてないんじゃないの？ごめん、クロムボ。君映ってないわ。あー、もうこれもうバーゲンセール。バーゲンセールが始まってます、これクロムボの。ということで一旦夜なんで寝まーす。おやすみ。おぱよ！ということで一旦ね、ちょっとクロムボの様子を見に行きたいんで、ちょっとシフトをしながら、しゃがんで見に行きましょうと。あー、怖いね、これ。怖いね、これ。え、待って、スカルクカタリストをしてるってことは、ボーデン一人死んでんぞ、これ、完全に。で、ちょっと、俺もバーゲンセール入れて、と。クロムボどこ？クロムボどこ？見えません。完全にクロムボが見えません。俺が死んでいないのは奇跡でしょう、これは。え、死んだ！よし、半分切りました、体力。このまま押し潰せ。うわ、ちょっと離れたらすごいねんけど、あそこ。なんか、弾け飛んだぞ、今。あ、もうちょい、マジで。え、ちょっと待って。あと、本当にもうちょいなんだけど。いけるか？これいけるか？これ、やったか？いけるぞ。ちゃんとどんどん PC が重くなってきましたけど。あ、いけたか？これ、やったか、これ。クロムボ何落としたか見たいんですけど、ボーデンがいすぎて、マジでわかりません。何落としましたかーって。何も落としてないね、これ完全に。ボーデンありがとう。そしてさよなら。スカルクカタリストのカエルの卵みたいにやってる。というわけでどうでしたでしょうか、クロムボ VS プリスラ。まあ、完全に最後はボーデン任せになったけど、単体でいけばね、完全にクロムボちゃんの勝ちということで、今回はご視聴ありがとうございました。最後にね、もしよかったらチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。バイビー。